FM さっちゃんのハローホームタウン、無事ね、生放送終わりましたね。ありがとうございました。まあ、今日もなんかね、みんなやらかしてくれました、今日も。ありがとうございました。で、まず、私の横がね、自己紹介。アシークの、岩盤ヨガ、はい、アンドエステサロン、アシークの丸林です。店長さん。店長です。どうでした、感想。今日ですか、はい、あ、でもあっという間でしたね。楽しかったです。ね、あっという間で、はい、昨日緊張してるとかメッセージ。緊張して物もらいできました。できるの？わかんないです。そのせいかわかんないですけど、物もらいできました。多分違うと思います。はい、あの場所はどこですかね。東武スカイツリーラインの浅間台駅の西口の駅前になります。もう徒歩30秒ぐらいです。すごいじゃん、はい、1階のマクドナルド。あ、そうです、マックの上です。マックの上、はい、あ、そうです。あのさっちゃんもあのちょっと調子良くなってから復活したいと思います。岩盤ヨガの方お待ちしております。そしてお隣、はい、シンガーソングライターのゆみです。ありがとうございました。ね、遠くから、鎌倉からありがとうございます。はい、こちらこそ楽しかったです。ね、結構活動は前からされてたんですけど、ゆみ、はい、さんになられてからが、はい、そんなに初めてなんですか。ラジオなので。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。で、メッセージいただいてて、こちらですね、ちょっと来週の、再放送のエンディングの方で読ませさせていただきました。和吉先生からね、うどうもありがとうございます。ゆみさんご本人にお渡し、はい、はい、ありがとうございま す。ちゃんと読みました。ゆみさん、はい、せっかくライブの告知を。あ、はい、7月4日の火曜日なんですけれども、はい、表参道が南青山の月見る君思うっていうライブハウスで、ユミとしての初めてのライブがありますので、まだちょっと出演時間が決まってないんですけれども、決まり次第ホームページとか SNS で告知しますので、ぜひ来てください。行きます。あ、すごいですか。うまく休み合えばいいですよね。そう、なんか平日ずっと考えてたんですけど、うん、どうやって休むかみたいな、早番でした。あ、え、おー、すごい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 、けちゃう。そうですか、いいですか、はい、すごい、すごい。店長にファンになってもらえよう、頑張ります。ゆっくりと、ほら、アシークのテーマとか書くの。いや、ほんとアシーク。じゃあ、それでコーラスちょっとオペラ上品な感じ。ちなみに、楽曲は今 CD で販売されてるんですか、配信ですか。プロデューサーの先生です。多分先行配信になると思いますので、はい、うん、まだね、5、6曲ぐらいしか進んでないので、先行配信をした後に、アルバムを出したいと思います。楽しみですね。はい、その頃に、旅行初ライブが、うん、都内、関東全域でやると思いますので、わお、すごい。ぜひ。そしたら MC とか前座に呼んでください。ね、なんかすごい楽しみです。こういうのでいろいろつながって、ね、けたら、うん、ライブの前日がお前よくて、うん、汗をかいて、そう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 、スルになった状態で、で、広告にもなります。広告にもなります。最初的には足回るの、はい、ね、ね、で、本日のこの模様なんですけども、1週間後ですね、今日が、15日なので22日の同じ時刻20時 86.8MHz でもう一度お楽しみいただけます。それと、なんか告知とかお忘れの方いらっしゃいませんか。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、ではね、また楽しい放送をお届けしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。